ル拠点の将棋になります。じゃあまずは今までの収支、的中率 28%、 回収率 70%、 マイナス6万940円、いくぜ今日から。天皇賞秋、今日馬券会行ったらやっぱ混んでたね。いつもより人多かったね、天皇賞この頭数なのに。やっぱ歴史あるレースは違うね。うん、で行きますか、予想を。本命スワーブリチャード、対抗レイデオロ、3番手ステファノス、4番手マカヒキ、5番手サングレーザー、6番手ミッキーロケット、7番手ビブロス。7頭、この7頭で行くぜ。で馬券を買ってきました。枠連15、400円、馬連56461514、7600円、3連単フォーメーション、1着に5番、2着に146、3着に1346911、200円ずつ3000円、3連単に投軸マルチ、1着に4、2着に1、相手は3,5,6,9,11にぶつけて3000円。計1万4000円。勝負だよ。行くしかねえや、もう。大丈夫か今日は。声出てるか。まあ、でも一番ひどかったのはね、2016年のね、有馬記念の予想の時はね、忘年会の後そのまま撮ったからさ、あん時は一番ひどかったね。寝ずにそのまんまだったから、それで、府中行ってみて、帰りに、ワンカップ飲んだのかな、あの日。めちゃくちゃだったなぁ。って感じです。じゃあ行くぜ！オッケー！盾は俺が取るぜ！ダンビラやと除外になったじゃん。なんだよ、どうなってんだよ。オッケー、最後入って13番！オッケー、スタート、出ろ！出ろ！ステファノス！オッケー、行った！やべえ、スワーブだ、スワーブ出遅れた。3番のビブロスが現在先頭です。ビブロス先頭、外からやっぱり10番川田優雅と奇跡が行く。そして後ろから7番どうだ、馬を置いてという状況で、その後ろに、あーレイデオロだな、レイデオロいい位置だな。さあ向こう上面に入りました。現在先頭は10番の川田優雅と奇跡菊花賞馬、外から上がっていこうというアルワイン、さらには3番のレイデオロいい位置だな。3番手、そしてステファノスがいて、さらにその後ろですが、11番グランプリホースのミッキーロケット、その後ろに2番人気日本ダービーを制しました。どうなる、ステファノス来いよ。じゃあその後方ですが、9番のサングレイザージョアン・モレイラが騎乗、2番のブラックホールがいて、17番のサクラ・アンプルール、さらにまさか手遅れたか、マイネズダメだな。若彦武豊、さらには13番のアクションスターがいます。マカヒキ後ろすぎるな。4というそんなレースになりましたが、平均ペース3、4コーナーの中間点を今通過していって、まだ先頭は10番の奇跡並びかけて7番のアルバイン。おーっと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 、ステファノス仕掛けた。どうだ、レイディオロがいて、その外にサンレーザー。いやーレイディオロすげえな、いい手応えだな。全然ダメか。49か。ダメだな、早いな時計が。強いな、やっぱ藤沢だな。はい、今日はもう完全に完敗です。もうちょっとね、秋前半もう本当にノーホーラで何もできなかったんだけど、まあ一周開けるんで短期放牧出てくるんで、俺はそれでまあ巻き返すよ、もうそれしかねえわ。まあレイデオロもう本当に一番いいポジション取ってさ、うん、誰もいないところで折り合っててさ、うん、いい馬だね。うん、藤沢厩舎の東京はもう間違いないね。いやーもう本当自分の出場も僅差だったからね、スワーブとレイデオロ。
本当に僅差で、もうスワーバーもう出遅れで終わった。初めてなんじゃねえかな、東京で出遅れたの。まあ2戦がトリッキーだからな。またスタート直後カーブがあって、まあ奇跡はちょっとびっくりしたね。ちょっとね、奇跡はびっくりしたな。やっまだちょっとルーラーシップの傾向がつかめてなくてさ、奇跡はびっくりした。サングレーザーは本当はもともと上に取ろうと思ってた馬だからいいんだけど、まあ悲鳴だったね、スワーブの出遅れは。じゃあ短期放牧出てくるんで、じゃあリアクション取れてたかな。ちょっと一周空くんで、エリザベス女王杯で会いましょう。OKWAPTV 競馬チャンネル。俺は全然諦めてねえ。